高岡崎が映ってるよ。新しいのにしなきゃ。1.5 キロ。お布団持ってきて。お布団持ってもらって。お布団持ってきてもらったら、もうじゃあ明日迎えに来てくれれば。ここ見よう。うん。このさ、ラジカセってさ、懐かしいじゃない？すごく懐かしいんだけど、でも昔からこんなに大きなのってあったのかな？すごいよね、これ。これ、え、昔それ会社？じゃ、ラッパー的な？なにこれ？すごくない？スマートウォッチの中にイヤホンが入ってるんだって。これは何？オールイン。これは何？何なんだろう？リングライトの機能。ついてるよね。なんか磁石っぽくなってるよ。これが分かりやすいですね、多分。ここに、あ、目もつけたよね。そうだよね。モスキートデュアルソニック。へぇー。音だ。へぇー。へぇー。音に敏感な人いるじゃない？あの、なんか周波数。ね、ね。私は大丈夫。子供たちは意外とダメだよね。若い人がなんか結構こう、口臭。なんて言ったの今。いやいや、そういう意味で言ったと思う。なんて言ったの？流れが悪かったんですけど。よろしくお願いします。これすごいですね。すごいですよね。結構あの毛並みが長いので、うん、お顔はないのね。お顔はないんですよ、うん、あ、ここにシール貼ってもいいもんね、好きにね。へえ、かわいい。お尻が風帆になってて。へえ、あ、ほんとだ、はい、あ、すごっ。お尻がちゃんと、お尻ほんとだ、お尻ね。ねえ、あ、すごい。これもスピーカー？はい、あのベアブリックってあのクマのフィギュアありますよね、うん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 、それをスピーカーにまるっとしちゃいましたっていうものになってて。へぇー、はい、あ、ひねると、あ、ほんとだ、めっちゃ可愛くない？かわいい。で、こっちにやるとボリューム下がるんです。ほんと、あ、いや、あっちも、あ、もうどんどんなんかいろんな。え、これはかわいい値段？これは割と可愛い値段です。割とだよね、はい、あと誰か、なんかさっき喋ってたのはこの人？喋ってたのはこの毛玉みたいな子ですね。大福？え、あなたさくらでしょ？ミコボっていうロボットなんですけど、うん、何これ？それぞれお名前つけてあげると、まあ呼ぶと答えてくれたり答えてくれなかったり、結構気まぐれな、はい、これは何なの？癒しのロボットですね。あ、あ、はい、もう何もしてくれないです。アレクサとかもついてないんですけど、うん、ただお家にいて話しかけると何かゴニョゴニョって帰ってきて、かわいいねっていう感じです。これ母とかにいいかなとか思ったんだけどさ、ちょっと笑っちゃうよね。でもね、これかけて本とか読まれてたらちょっと、ちょっとね、急に見られた。でも本見てて声かけられてこっち向いても読んでる方はちゃんと両方でピントが合うので。はい、本当。これは高い方？これは高くって包まれるような羽の枕みたいな感じ、うん、あれ、ここにも、あ、そう、これも同じ人になります。枕がないみたいな、体が浮いてるように感じ。ああ、そう言われてみると。お布団持ってきて、お布団持ってもらって、お布団持ってきてもらったら、もうじゃあ明日迎えに来てくれれば。あ、気持ちがいいかも。どん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 リラックスできる。なんか時間が経てば経つほど、なんかいい眠りに入れそうだよ、これ。ね、ところでこれは何なの？これですね、さっきあの、その睡眠だったんですけど、うん、仮眠用の小部屋なんですね。パワーナップっていう、こう午後のだれてしまった時に20分間くらいの短い睡眠、お昼寝をとっていただいて、こうすっきりさせて、こう作業効率を上げていこうっていうような。入ってもいいの？どうする？え、入っていいんだ。こうだよね。そうです。で、足元ステップがあるので、このここにですね、ちょっとつま先立ちするような形でこう体重を預けていただいて、こうだ。で、次にお尻を高さの調整ですね。ここ見ていただくとパネルあるので、
パネルの上下のボタン。でもね、これでいい感じ。ちょうどいい感じですか。うん。アームが、これ…アームもその隣のボタンで。あ、これこれこれ。いいと思います、はい、早く閉めて、もうさようなら。中からガチャン。こういう中に入ったら、なんかそこでちょっと寝なさいよって言われてもなかなか眠りに入れないんだけど、こういうのがあったらいいね。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。高岡です。はい、買いました。あ、そうですか。これいいですよね。なんかほら今まで大きかったじゃないですか、布団乾燥機って。そうですよね。しかも結構あの消費電力も少ないです。それを今聞こうと思ったんです。この先日ね、あのお友達にプレゼントしたら、はい、あのすごくコンパクトで使いやすいんだけれども、はい、形も好きなんだけど、はい、その電力が心配だ。あ、これ430ワットなので結構この乾燥機の中ではもう一番低レベルです。あ、そうなんですか。じゃあ言っときます。だから、はい、なんかあんまりすごく嬉しいけど心配だって。一番使うのもダニ退治モードとか、一番いくだけで、普段 の, あの布団温めモード10分間とか、はい、あの布団乾燥モード60分間がそこまでは。あ、そうなんですね。あ、よかった。じゃあ言っときます。これすごく、うん、匂いが取れますね、はい、低濃度オゾンが出ますね。おすすめです。この辺はね、今こんな大きくなってるんですか。はい、これ一番最新のやつですね。あの拭きます。あ、拭くやつね、はい、あで、ゴミを自動的に吸い取ったり、これはあの水拭きするので、はいはい、その水も自動的に吸い取る。私この水拭きがないやつ持ってる。はいはい、はい、うん、はい、へえ、こんな大きいですね。まあ、やっぱルンバが一番頭がいいですね。そうですよね、はい、私掃除機シャーク。あ、もう私もシャーク。いいですよね。私今まだこの辺なんですけど、こっちのやつですよね、はい、はい、このでもゴミ吸うやつ、はい、でもこれ最新です、ね、これが最新。軽くなってるの？あ、本当だ。新しいのにしなきゃ。あ、本当新しいのにしなきゃ。で、吸引力も上がってる。あ、そうですか。もうね、これ本当に便利。あとシャークの一番いいことだよね。パッとね、ハンディしてこういうの。そうですよね。私あの猫3匹だったんですけど、ペットのベッド、これがないと生きていけないぐらいちょっと手を取ってくれる。私これと、あ、だからうちも大型犬が2頭いるんで、はい、そうそうなんです、ないと困るんですけど、でこれと私はあの普通にダイソンの布団のやつで、布団は、うんうん、へえ、新しいのにしよう、シャーク、へえ、あと、そうそう、ダイソンね、あと、やっぱりシャークですね。シャークシャークですよ。はい、シャークですよ。吸引力とダイソンですね。そうそうそう。ね、シャーク使い勝手いいですね。使い勝手いいですね。私この辺のも持ってるよ。これこの同じやつではないんですけど、こういうやつ、今これがいいってことですね。はい、これ一番最新のやつですね。こういうのついてるのもすごい楽なんですけど、こういうのってピンポイントで拭きたいじゃないですか。そうなんですよ。だからあれはあれで、はい、だから私こういうのもあるので、はい、水拭きのは。あそこの何ルンバにくっついてなくて、これがいい。ほこりとかね、ああいうのが取ってくれるけど、ね、あの油汚れ、飛び散る台所もあるんですけど、お風呂の手いいですよね。これがいいんですね。あら、見て見て、誰か歌ってる。これ仕込みじゃないですか。本当に、え、やってくださったの。なんてこと。まあ高岡崎が映ってるよ。これが、うん、あのまあ、139万するんですけど、うん、あの14個スピーカーがこの中に入るといいんだ。中入ると思う。あ、わ、高岡崎歌ってるよ。え、すごい映画館みたいですね。これいいね。これ最高ですね。本当ですね。しかもだから中でこんだけの音量で聞いてるのが外に漏れないから、音量こんだけにしてられるってことですよね。高いんですけど、家に防音室作るとかするとやっぱり200万以上するんで、それに比べたらいいですか。全然高いので
全然違う。これ中入ってもらわないとこれ、ね、凄さがわからない。どうしよう、これいいじゃないですか。ゴリラよりいいかも。ねえ、これなゲームに最適とか言ってさ、こんなのあってあんなのあってさ、ゲーム好きの人だったらもうずっとベッドとかいらないじゃないですか。ですよ。ってことはこれくらい、これが入るぐらいの小さなお部屋でって考えたらこれ買えるじゃんね。使われてる方もゲーマーですよね。最高ですね。最高だよね。ちょっと私ゲームはそんなにやらないのでわかんないんですけど、静かな音楽聞くのもいいですね。そうですよね。やっぱりこう確実されてるんです。音が入ってもシーンも集中できる。これすごくいいですね。次行こうかな。もう最高があれだったんで、もういいかな。これ人気ですよ。何ですか？これです。テーブルですよね。冷蔵庫。あ、リビングに冷蔵庫。冷蔵庫いらず？はい。でスピーカーもついてます。あ、で充電もできる。あ、充電。はい、これです。え、じゃあもうさっきのあれをここに置いてこれがあってそしたらもうどこにも行かずに充電もできるし、温度もこれで。へえ、冷凍庫。本当だ。もう何もスペースは、こんなスペースはいらないってことで、本当に4畳半じゃちょっとちっちゃいか。でも6畳8畳ぐらいあったらあれとこれとね、そういう隠れ家欲しい、ね、いいですね、本当ですね。普段の生活とは別に最高ですね。へえ、あったかい。ああ、こういう ほのかなそうです。あったかい、まあ、でもちゃんと強いモードだと1200ワットなので。ああ、そうなんですか。へえ。もちろん決して、うん、あの夏も使えます。冷風が温風出さなければ、これは全然熱を出さないので。あ、そうなんですね。あ、こういう炎を見て楽しむ、はい、これ、はい、見るあの今年購入しました。そうですか。やだ、私家電好きなんだ。いや、めちゃめちゃ。何ですかそれは。いや、見るって言ってパネルヒーター。北欧では一番あの売れてる。見た目がシンプルで。北欧の寒い国で選ばれてます。ああ、じゃあうちは北欧ほどに寒いということで。薪ストーブもあるし、これもあるしみたいな、ね、うん、これこのこういうの探して。そうなんです、そうなんです。これで十分温まる、はい、うちは階段とかに置いてるんですけど、はい、そう、すごくいいです。へえ、これこの間なんかで見てて、あ、へえと思ってたんだ。これはあの冬の焚き火の音になってますけど、春の雨の朝。ほらほら、ライトの色も。これも癒しグッズが。そうですね、やっぱり今この世の中、癒しグッズが本当に多くなってきてますね。私の家は、私これ。あ、なるほど。これ。これ最新です。これ最新、もっと綺麗なんですね。カットがいっぱいだから。結構これ1個でいい感じ。壁もあのキラキラするし、こうやって。うん。え、これもしかしてコンパクトな乾燥機？はい。へー。3キロまで行くの。ちょっとね、これあの一年中つけてたんで、うん、うるさいですけど、本当は静かです。めちゃくちゃ静かなんですけど。今、慌ててます。実際は本当に静かです。へー。でも、ちょっとしたものいいですよね。はい、3キロ。これだけ入る。あ、そんなに入るんですか。え、持ち運べちゃうの？あ、持ち運べます。そうです。こんな。あ、で、どこにでも置けるの？はい、電源さん。へー。いや、面白いなと思って。で、これは何？これはスマートバスマットって言って、ソードマットなんですよ、柔らかい。はー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 。で、水吸い取れます。うんうんうん。で、これ体重計なんです。へー。で、しかもこれどこにも表示がないでしょ。うん。乗りますよね。自分のスマホに送られてきます。おっと。で、家族8人分とか登録できるんですけど。あ、そうですか。もちろんそんな体重ってめちゃくちゃ変わる、上下するわけじゃないので、うんうんうん、判断するんです、その人。で、その人にだけ送る。へー。判断する。はい、すごい触り心地がいいの。中にあったかい。しかもこれ一番他と違うのはこのまま洗えるんです。これまま？はい。へえ、すごい。ついたまま洗える。そのまま洗う。へえ。この気持ちよさ。気持ちがいいですね。はい、うちこれつけると3匹猫で、ね。これがあれば、あ、でもうちも私も犬と寝てるんだけど。でもちょっと暑いかな。よく売れてますね、柔らかい。 S、この膝掛け、膝下、
へえ。あ、膝掛けね、はい、あ、いいですね。これの辺は何ですか。あ、毛玉取り。毛玉取りもいいですね。素敵。素敵。あ、チーナって言ってもうあれ最高に楽しかった。うん、もう本当にあれ素晴らしい。